実はですね、まだ公開されてない曲があります。にやり最後の曲、それはですね、ファイナルファンタジー6のマリアとドラクーのブラックメイジスバージョンです。これもともとがですね、長い曲なんで大作になるんだろうなとか思ってたんですけれども、おかみや福井関との3人にアレンジをお願いしてですね、なんと15分を超える大作になってしまいました。オペラのパートはですね、コンサートのオーケストラコンサートのオペラでおなじみのあの3人に歌ってもらっています。そしてですね、前々から言ってました僕らのコーラス、それがですねこの曲で聴くことができるんです。すごい曲になってるはず、絶対聴いてください。